渡辺久信のとことん右でしょ。俺こっち右だ右だ。右でしょ。松下さんが左利きだからね。いろいろ今後僕はね渡辺シリーズでいこうかな。はい、ということで始まりましたとことんでございますよ。金里だね。金里だね。そう渡辺富雄ってのもいるんですよね。ライオンうわー懐かしいねライオンズのね。そう2年目に新人を取った。そうだ。さあそんなことはいいんですよ。はい、さあそういうことでね番組収まりきりませんでした、うん、本編。松本山田戦の予想スタメンをちょっといろいろああだこうだ言ったんですけど、うん、今回は大変ですよ。森重選手が出場停止していないとなったんで、ね、これ大変ですよ一平さん。だこっちは田中だよね。そうこっちはそうここは田中で。ハイマ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 。あこっち側のやるんじゃないの。こっちです。どっちかというとこっちじゃないですか。あこっちですか。はい。オビナの話とかしないと思います。しないでいいんだ。はい。さあどうしましょうか一平さん。だけどこのままだと吉本休ませてる。で丸をこの間使った。でこのコンビになると思いますね。カニにいない。うん、で奈良も入ってなかったもんね。入って、この間メンバー入ってなかったもんね。そうですね。はい。水曜日か。でこうなってくるでもこの間、ベルマーレ戦やったのはここにリクを入れるで、はい、これをやって少し3バックのシステムの流れの中でメンバーを変えずにあったでしょ、うん、だからこれを入れると3バックも含めてなのかなって、まあ、ベルマーレも今度対戦する山田も3バックなので、はいはい、まあ、広島浦和あの3バックの反省を踏まえて、うん、その辺のミラーゲームっていうのをメンバー交代を行わずにやるっていう可能性も十分にありますよね。松田選手がまた先発の可能性もあるんですね。十分にあると思う。で途中で変わったこのハーフタイムで変わった東がどういう状況で変わったのか、うん、怪我なのかそれとも半分って決めてて、うん、週末のゲームのためにここ休ませたのか、うんうんうん、まあでもだこれこうな気がするな俺はなんかそんな気がしますね。やってるし、うん、今までの監督の性格考えるとうまくいったなって。そうするとじゃあここがこうなるのかな。ああそうかそうか。ここがこうなる可能性も。ここだって梶山選手が入ってくる可能性もありますもんね。今日ねなんか話を聞くと梶山はちょっと膝の具合が良くないと。あそうなんですね。いう話があるので。まあ、無理はさせないかもしれないってこと。なのでまあここダブルヒデになる可能性が。ヒデヒデ。ヒデヒデ。でそれで FC 東京のサッカーがまあ。メンバーもそうなんだけど、まあ、システムを変えられるので松田陸が頭で来るのではないかっていうところ、うん、まあ、どうしてもここが怖いとなるっていうか、まあ、実戦をやってるとはいえ、うん、このコンビで試合で森重抜きっていうのはまあチーム自体ないので、ないですね、はい、ここをどうするかとなった時に、まあ、十分に3バック、まあ、徳永入った3バックも考えられるし、うん、ヒエトが落ちる3バックもあるだろうし、そうかそうか、徳永ヒエトが分かんないですけどこうはないですか。ないと思うな。かって中盤もいないんだもん今。そうかそうか。足りてないから。ケントがここに入るっていうのもあるだろうけども、うん、まあ、そこまでは多分バランスを崩さないように。一人抜けたことによってそこに誰かを入れる補充する、うん。あとはもう普通のチームとのチームとしての戦い方っていうのは多分継続だと思うんだよね。で三田がここに使うのか東をここに使うのかで一つポイントになってくるのはここが生きるか生きないかだね。相性の問題もありますよね太田との。で東はやっぱり張りながらも中にも入っていくこともできる、うん、で落ちてきてそのスペースを後ろのコースに使わすこともできる、うん、で三田ももちろんそういうプレーはできるんだけどもやっぱ技術の問題で少しボールロストのシーンは湘南戦多かったでしょ、多かったですね、三田が左入った時とかね、はい、で三田やっぱ見てる限りは右サイドで中カットインの左足シュート、うん、ね、昨シーズンもあった、ね、はい、ああいう形が一つポイントになっていいんじゃないかなって。だから三田が入った時に徳永と三田の関係も決して良くはないの、うん、まあ、スムーズに言うのは羽生であったりだとか、まあ、米がここ入った時も米と徳永もしくは米と太田っていうコンビネーションでサイドを崩すっていうちょっと少ないんだよね、うん、そうなるとやっぱ東であったりだとかこの辺は重宝されるのかなと。あとは本当コンディションの問題、うん、ね、でもこれ東が例えば田舎ちょっと出れないとかなってこれ交代カードとかも大変ですね。これどういう風になってくるんだろう。もう翔也とか翔也だよ ね、これでも前の選手ですもんね。まあここに入るのかだけどもサイドも多分できると思うんだよね、うん、まあ最悪トップ下トップ下は多分オリンピック代表でも 4-4-2 やったりだとか3枚やりながらトップ下もいるけどもサイドでもプレーしてるんでこの辺は、ま、だ前目は前田とラサっているからまあなんとかやりくりできそうな気がするんですけど、うん、ここ怖いね。ここ怪我したらここ稲田奈良がついに出てくる、ね、奈良が出てくる。そこから高い下がって緊急で、ね、まあ、ここもできるでしょ。徳永選手もできるっちゃできますもんね。あ、そうかそうか。ここに徳永行って徳永やろうか。そうだな。で松田が下がってってことですよね。すごい。そう、あれ小川入ることないでしょ。室屋元
ちょっと厳しいです。リクがさ、俺チームでしょ。そうかそうか、リクがいた。だからそんな風にいろいろ選手を動かすよりも、俺はシンプルに一人のところに一人入れる。この補充で俺十分だと思う。うん、あとは、うん、やっぱここのところ勝たなきゃいけない残り3試合。特に昇格組、鳥栖とのゲームは絶対難しくなると思うんで、鳥栖、最終戦の清水、はい、で今度の松本、ここで絶対6がマスト、うん、でその鳥栖に関しては1や最低1持って帰ってくる、うん、で3取れたらは OK、ね、うん、っていうようなサッカーしなきゃいけないと思うんだよね。そうなるとやっぱ林のやっぱ波、あと疲れ具合っていうのも気になるんで、前田行っていいんですか、ここを、ここ掘れないですか。いや、それも十分に俺はあると思う、ね、ああ、そうかそうか、そうですよね、これパターンもあります。ここあるで、途中からここに追い回すみたいなね、そうですよね、うん、下手で賢い選手なんで、もしかするとこういうところで1枚残すような形で守備する可能性もできるわけで、なるね、こういう感じの、こういう感じで、うん、やっぱこう思うとやっぱ東はすごい万能ですね。そうなんです、本当ね、あのネギみたいなネギだから、何にでも合うんですから、やっぱ誰にでも合うんですから、そうだね、ネギっていう名前に変えようね、ネギって呼ぶよ、ネギ敬語、ネギいいよ、ね、だけど本当のネギなんだったら最後点決めなきゃいや、そうですね、甘みが足りないですよ、まあ、苦味ばっかり出っちゃってさ、甘みばかりなんですよ、甘みばかり、甘いネギなんですよ、ウェブっぽいね、今日ね、甘すぎるんですよ、甘すぎる、もうちょっとね、ピリッとしたところだね、締めるとも締めないと、締めなきゃいけない、メインにね、自分がならないといけない、ネギも時々で思った以上このラサットが良くなかった、うん、特にこの間の湘南ね、プレー時間は短いとはいえ、うん、でなおかつこう 4-4-2 だったが2トップで2枚でなんかこう崩していこうっていうカウンター向きの選手じゃないような気がするんだよ ね途中交代の選手じゃないのかな、だったらこの 4-3-3 のトップ下にこういうところが入ってきて、この3枚でなんか関われる選手なのかなって、こういう感じですか、うん、4-3-3 で使うんだったらラサットは生きるのかなって感じたんだよね、うん、見てて、そうね、やっぱ東がいると急に生きるからするね、いや、やっぱこう長いそばなんだね、こうそばね、ネギなんだね、やっぱないとね、でこれピリッと辛いほら七味的な、七味的なもうやめましょうかね例えがよく分かんなくなっちゃう、でも前田ですか、前田だよ、前田ですね、ここがどうするか、まあ、浦和戦で点を取った、でそこからやっぱり今さ90分プレーっていうのは少なくなってきてるし、うん、先発もちょっと少なくなってきてる、うんうん、でこうなった時にこの間 その湘南戦を休ませたのかっていうポイントね、一つね、アウェー連戦の一つを休ませたのかっていうところ、うん、もちろんここ最近林の使い方はすごい器用に使われて、うん、まあ、結果を残してるというよりも広島戦に点取ったけども、はい、その監督がやりたいサッカー、やりたいフォワードとして仕事ができてるだと思うんだよ、うん、だけどやっぱり怖さを与えるとなった時にはやっぱ前田であったりだとか、まあ、東が中に入ってくる、こう武藤に誰を組ませるか、中島どうですか、だからこう十分ここにここの階にこう入れてもいいし、で中島なんか川野みたいにさスタメンで使っていけるところで行ってくれみたいな、そう、俺は見たいな、俺こうツートップ、この3人みたいんだよな、こう面白そうじゃないですか、面白そうだ ねこういうなの、あちょっ と,、まあ、ちょっとこれだからリクではないかもしれないですけど、だからやっぱこれは見たんなんだろうね、うん、そうかな、ここがこうなるのか、いやじゃないと、こうなる可能性もあるだろうし、そうですね、ちょっと守備心配じゃないですか、ここがねメンバーがいつもと違うんだったら、まあ、森重が入ってていつもとメンバーだったらここがあってもいいのかなって思うんだけど、うん、まあ落とせないゲームなんで、かといってすごいフィジカルもロングスローであったりだとかセットプレーをかなり綿密にやってくるチームなんで、高さ考えたらやっぱここちょっときついね、ちっちゃいか、そろそろサブに平山っていうのも考えてもいいんじゃないですか ね気がするんだね、だけど今やっぱりこうずっと怪我して治ってで復帰してきたけどまたちょっとつまずいて後遺症が出てでまた戻ってきて今結構ね、うん、どっちつかずというか、うん、なかなか彼自身もコントロール難しい時期だと思うから、ここはもうあえて僕ら見る側もファーストステージは平山の言葉出さずに、うん、もうヘラクレスに行ったと思って、うん、またで武藤ができたら帰ってくるというイメージを持って平山に関してはなるほど、ね、だからそこで考えるとやっぱり前田ラサットの、ね、これだと今どっちなんですか、一平さん的には、一平さん監督だったらどっち使いますか、ここ最近の前田の起用法っていうのは少しコンディション落ちてんのかなって感じに見える、逆にラサットに関してはこれはもう少しでもいいから日本のサッカーもしくは FC 東京のサッカーをピッチの中で感じてくれっていうような使い方に見える、これだってこの質問者徳永こっちあんま上がってこなそうですよね今回ね、
だからそういうサッカーがあってもいいんだよ、うん、で右サイドの左サイドの太田が結構どんどん行って右サイドをちょっと重くするような形でスライドかけて、まあここのところでどういう風に守るのかダブルアンチにするんだったら、まあ秀ともしくは野沢のところがこのスペースを消すなりとかしてね。だから積極的に促すんであればここの前のところに東を使うべきだと思うし、なおかつ上がらせるんだったらここはダブルボランチの方が俺はいいかなって思う。今ここスライドかけさせてそこに対してまあ落ちる、これは流れの中であるのかもしれないけど、けどこういうような全体を動かすというよりもこの辺のところでパパッとこうそうかバランスを崩す臨機応変に、うん、なんか長いこと使って見続けたい選手だなってなんか最近思っちゃいました僕。我慢してでも見ててもやっぱりクレバーだし頭がいいということ、うん、でもあの柏戦で良かったからナビスコで採用されたっていう見方もあるんですか。あるし、である程度その J のトップでやっても負けない力であったりと、うん、フィジカルも含めてね、そこがやっぱ証明されたんで、あとはもうどれだけプレータイムを伸ばしていくか出場機会を与えるかっていうのが監督のコントロールとして必要なとこなんだ、うん、監督なんか結果残してすぐ使ってくれる感じしますよね。そうゴールであったりだとかね、うん、そうだよね、顔もかっこいいからな。そうね、そうこれあるでしょ、ね、出てったらずっとスターになる顔の良さはあるもん。喋り方も一つ喋り西堀西堀に声もそっくりますね。解説であったりだとか、うん、もうヒデって呼べなくなっちゃうからねこれはね。あそうか、いや高ヒデと野沢ヒデじゃない、もう先生とプリンスでいいじゃん。あそう先生とプリンス、先プリで、先プリで、先プリでいこう。ティーチャーとプリンスで、うん、プリンスで先生とプリンスねまあだからそういうところで武藤と誰をコンビ組ませるのかっていうところ、うん、中盤は僕はまあ 4-4-2の方がいいのかな、うん、これ最初ね、なんか安心する、まずはそうですね、安心感、うん、ここでまず一緒に様子見て、アウェーだし、そうかアウェーか、そうだ、だからまず守備から入んじゃないの、うん、でかといって向こうのサッカーっていうのは前に速い、押し込んだ中で、うん、FC 東京押し込んだ中で奪ってからのカウンターが速い、特にこの3枚が前、うん、裏へバンバン飛び出していくってなった時に、そこで要は一つ向こうのスピードダウンを吸収、スピードダウンにつながるような吸収できるようなプレーができれば、かといって人数をかけてくるわけじゃないのよ、すごく、ね、相手にボールを持たせてからって攻め込んでくるチームじゃない、そんな人数をかけて、そうなった時スペースが結構なくなってくるわけだ。しかしここの田中でこの両サイドハーフ山川でいうと、まあ俳優まであったり、あの辺はどん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 攻撃に関わってくるから、このスペースは空いてくると思うんだよね。だからまあ武藤であったりだとか林なのか、まあ翔也なのか、まあこの辺というのはちょっと分かんないけど、このスペースをうまくつくなった時に同サイドと同サイドバックで枚数は残しておくっていうところ、まあ、リスク管理もバランスも必要、非常に必要なあれになってくるわけだ、ゲームになってくるわけだ、ね、今までそこを保ってたのがどっか森重だったりしたわけだからね、うんうん、そこ、まあ、あと高さ、うん、日曜日だから1日多く休めるからちょっと少しは疲れ取れますかね武藤。いやもうけど彼自身がこのスケジュール出た、もしくはマインツに移籍する、うん、となった時点でもうここ残り3試合全部フルで出ますよっていうイメージもできてるはず、まあね、うん、だから1日あろうがなかろうがっていうよりも、もうそれだけのコンディションは今、うん、コンディションというよりも気持ちで戦ってるからね、今ね、今ちょっとプレーの精度落ちてるけど、そうなんですでもだからマークがつくから周りに手を取ってもらいたいな。そしてこれだよやっぱネギに、うん、ネギネギに取ってもらわないと。ネギは普通の万能ネギで終わるか九条ネギみたいにね、結構サチがしっかりね、そうだよ、うん、ネギになっちゃっていいのいや今のところ推し面が、推し面が、いやいやでもだネギピリリとね全部に万能するっていう、羽生東はネギポジションですよね。いやそうそう、これがね羽生は出汁だな、うん、そう天皇1点でも取れば、俺はそのネギみたいな中性的なポジション、うん、そのようバランスであったっていうよりも、はい、ダイナミックな無茶をする相手のような予測を上回るような発想を持った選手が欲しいのよ前には、うん、あなるほど。だから翔也 そのドリブル突破であったりだとか、うん、東がたまに見せるそのキック編とかのカットイン切り返しだったりとか、ね、ああいうのが必要なの、うん、そうか、バランスをこんなところで取られたりしたら、うん、もったいない、もったいない、お、うん、ズッキーニぐらいいってもらいたいと。そうだね、新しい刺激をね、よし野菜シーズン、今度一回全部野菜に例えるシーズン、あーいいね、そうしようか、いいね、食事に例えるどこかって一回やりたいよね
それはこれはもうすっごいジャンクなジャンクハンバーガーとかだよ、もうガシガシ来るよ。そうね、ガシガシ胃にガシガシ来るやつだよ、脂っこいよこれ。甘っこいからね。いやガシガシ来るじゃんって、まあまあ、胃にガシガシ来るご飯、相手からしたらエビ天だね、エビ天とかね、エビ天だとちょっと、ね、高めのね、そうそうそう、うなぎとかね、そうそうそう、皆さんお待ちしております。選手食材でいうと何かというのを皆さんに募集して、今のところ敬語のネギっていうのがこれ決まりました。これを軸に広げてください、よろしくお願いします。ということで今週のとことんは松本山川戦の番組独自の予想スタメン木曜日付お届けいたしました。ありがとうございました。